お待たせしました。2分間腹筋デスマッチ。今回の大会出場者はなんと5万人を超えました。大会が終わったばかりのバーサーカーたちが観客を埋め尽くしております。固唾を飲んで見守る中、今回の腹筋デスマッチ優勝者は果たして誰なのか。今回出場者の中にはダンゴムシがたくさん出場されております。ダンゴムシは丸々のが得意だから卑怯じゃないのか、そんな声が飛び交いましたが、大会に出場されている方は構わん構わん勝ってやるさ、そんな猛者たちの集まりとなっております。美しすぎる選手たち一斉に丸まっていきます。5万人の男女どもが丸まっていきます。美しい光景、いや異様とも言える光景です。みんなが丸まっていく。そしてレッグレイズに入りました。レッグレイズで大切なことは丸まりながら足を上げ下げしていて、その時にお腹でこの動作をすることだと言いますが、全員がマインドマッスルコネクションを意識してお腹と言っております。耳を澄ませてみてください。お腹。選手たちの凄まじい声が地響きとなってこちら実況席まで伝わってきます。残り5秒間この声に窓ガラスは耐えるのか。さあ次の種目はプランクニーアップ。即座にプランクの体勢になり、すぐに足を上げ下げしていきました。選手たちは一切休むことを知らない、あえてきつくなるように早くこの動作に移りました。異様な光景です。ダンゴムシたちはこの体勢ができず全員リタイア。ついに残すところ選手は2名となりました。あ、野鳥の会の皆様ありがとうございます。野鳥の会の皆様が2名と言っております。ありがとうございます。さあ2名との戦いとなりました。いやこれは殿ではない、どっちなのだ。さあ2人による戦いが始まりました。さあ勝つのはあなたか、それとも隣にいるあの人か。さあサイクルクランチとなりました。ここで1名の方が勝ち上がります。なんとここであの方はダイヤです。なんと理由は少しトイレに行きたいということです。おめでとうございます。優勝はあなたです。見事腹筋デスマッチ優勝。フィットネスメトルはこのような形ではないんですが、トレーニング動画実況付きで投稿しておりますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターのアカウントがありますので概要欄に貼ってますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。